様の価値を示してみせろ。貴様の価値を示してみせよ。こんにちは。今日はドラゴンのまあ、結構ネタ寄りのカードなんかな。まあ結構強い人は強いって言うんやけど、まあ個人的には、ドラゴンの牧場っていうカードはまあネタなのかなって思うんやけども、まあ結構強い人はね、グランドマスターこれでなった人も結構続々いるんで、まあこのデッキをね、グランマスターでも38連勝になったという報告も受けてるんで、まあちょっとこのデッキを使っていくんやけど、ドラゴンの牧場っていうのがファンファーレと自分のターン開始時にヘルフレームドラゴン、ドラゴン、トップのドラゴンの中からこのカードの能力で出してないフォロワーをランダムに出すと。だからまあそれぞれのカード全部が出せるっていう感じの、まあ結構面白いカードであるんやけども、まあドラゴンやからこそこういうね、高コストのアミュレットっていうのを置くことができると。でまあデッキの構築はね、まあ目新しいものっていうのはやっぱり最近のドラゴンの構築っていうのはやっぱアイラーがスタン落ちしたことによって、そのアンネローゼが3枚積みがやっぱ多くなったな。昔のサタンドラゴンとか、まあ、全環境とかやったらアンネローゼはピン刺しとか、まあ、最高でも2枚刺しとか多かったんやけど、やっぱりその新環境になってアイラがスタン落ちすることでアンネローゼ3枚積みが、必須になったな。アイラの代役カードになったと。でドラゴニックコアっていうのがまあチートって言われてるんやけど、まあ、1コストで PP1 上げられる、まあ、実質1コストで PP 上げられると。しかもエンハンス7の能力も使いようによってはすごい刺さる時があって、まあ、非常に優秀なカードであると。10ターン目とかになってもね、進化権付与させるという意味合いではかなり終盤使えたりすることがあると。で何よりもこの天空の覇者フォルテ、これが最強のね、ドラゴンのカードなんで、まあ、ドラゴンの牧場を、まあ、頼らなくてもね、このフォルテで一気に、型をつけることもできるということで、まあ、ちょっと新環境の、ね、ドラゴン使っていきたいなと、思います。勝ちました。スタイリッシュヌーブに当たっていく。さあ先行取っていく。まあドラゴンの牧場っていうカードがまあいまいち自分はね強い。そうコア引いていく。ひょっ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 。でね、そのコアがね、まあ3コス、まあじゃあ一応残すか。なあちょっと重いな。ただロイヤル相手に、まあ、2コストのポセイドンはまあエンハンスで、ね、使っても悪くはない話で、あれがフィルウェインを引いていく。さあ新スキン、灼熱、熱風、すべていてつく。灼熱、熱風、すべてをいてつくわ。ああ、かわいいな。お、よろしくお願いしますと言ってくるエリカちゃんのために、さあ部別の信者、まあフィルレインはね、もう普通にもう2コストで最強といってもね、もう最強の一角のね候補としてあげられる。まあドラゴニックコアツに置ける暇があるかどうかやけど、まあさすがに置けるか。小賢しいな、そういうことして。ああでもたくせんか、小賢しいな。たくせんは小賢しいよ。あー、たくせんはなかなか小賢しいな。なんか従者置いてたくせん置いた方が強そうやね。ここ行こうか。武力を何時に押しようか。さあフォルで2枚目、そしてたくせん使おうか。なんかコアに関してはまあコアプラス進化使って PP 回復させてみたいな動きをする方がいいかな。1コストで使えるからな。さすがにとコアだけ置くっていうのはちょっとテンポロス。小賢しいな、どうせ機械ロイヤルとか言う。小賢しいな、機械ロイヤルとかいうテンペラのデッキを使っているんじゃないよ。ねまあここでコア置くか。じゃあポセイド置く意味はないもんね。静かにしてて、静かにしといて。まあここ盤面取るか。さあ次のターンフォルテ、フォルテプラス、ポセイドンとかね、まあいろんなことができるが、まあ、牧場もねできれば欲しいけど、やっぱフォルテの押していく。言っちゃった。フォルテこれ多分聖弾加えてる可能性がまあワンチャンあるが、フィルレインを引いていく。PP を2回復できるんで、ここはもうフォルテをバックオリートを生かしてもらうか。それ行こう。おののけ、我らの覇者はここにある。さあフォルテ進化で、フォロワー2コストのフィルレイ、そして PP を加速させながら7点の大ダメージを与えていく。この大根足の芋吹けどもが。
いやこれはだいぶ強いな。これてか PP 上がんのてかドラあ1コス1コスで PP 上がる。小賢しい。これで決めます、ね。まあこれがなロイヤルの強みだよな。なあやばいやばいやばい。6点は痛いよ。普通に考えて痛いが従者。ここはポセイドやね。まあポセイドやね。海の流れを束めて今ここに我が怒りは大地の怒り。さあここで抑えて牧場欲しいね。牧場まあ1段の突破できないね相手。おこれ次フォルテで上がるカードが何になるかっていうところが、あるけども、まあフォルテ伊達政宗が濃厚そうやな。ただまあ法典をフォルテでやっつけた思いというのは一生持って償わしてやるからな。小賢しいな。これオリコオクトオクトリス小賢しいな。ラストワードこれフォルテ取られる可能性もあったのか。まあ、ためんどくさいことしてきて、ただここは盤面を、これ以上広げることは不可能。そして攻撃しないと悠長プレイングをしていく。世界は私の下にある。フォルテも強いけどガルミーユも強いよね。ここはガルいやフォルテもいやフォルテの方が強いか。ここは打点をしていきたいよね。いやてかこの動きがねもう無敵なんで。我らは死者はそろうそこにあり。沈めてみせよ。飛べ果てろ。静かにしてて。これどうするかやな。でもこれ盤面とのめっちゃ強いと思うな。ここで焦って2点ごときを与えるよりは伊達政宗の効果を最大限に活用していく。まあその動きが強そうやんね。もうここぐらいでもロイヤル無理やから。はあ、これロイヤルやとちょっと処理は間に合わない感じになりそうだが、まあフォルテが強いな。ただまあオクトリスとか聖弾とかねその辺のまあカードがまあ強いってのはあるけど、まあフォルテが純粋に強い。あなおかつセリフが可愛いしかっこいい。我らの世界は全てここにあるみたいなね可愛い声して小賢しいカード進化して弱小弱小。2点回復する。あー生き返るわー。いやーまあ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 、はい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 、終わりにしようじゃないか。てか勝ちやね。普通に勝ちやね。銀票56789 10やから、56789 9やから、まあどちらにせよ勝ちやね。まあ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 普通に、こういってこういってこういってこうか。まあ銀票の吐息でもいいし、まあ何やっても勝ちですね。はい、まあドラゴンの本当やっぱフォルテがな追加されたことによって本当に手堅くなったな。ドラゴンも非常にまあ素晴らしい。ちょっとドラゴンの牧場使ってないけど非常に素晴らしいね。フォルテが我が忠誠は鋼のごとし、お呼びですかい。さあ先行を取っていく。お呼びですかい。さあヒルレインとローエンではもうおならやな。おならこれおちょっとまあね欲しいカードであるけど、やっぱり勝つという2文字をね、勝ちたいという2文字を成功、正義も強いね。成功させるためにやっぱ PP をブーストするカード、まあガルミユ信者の動きも強いが、まあ2コストの伊達政宗を出すかどうかなんやけども、出す意味は皆無やね。これはもうね皆無、もうほんゼロに近い数字というか出す意味のかけらもないカードなんでジャスティス。なんか芸人おったよな、浜田正和やったっけ。ジャスティス、偶然国語のジャスティス。はい、悠長。そう悠長やな。そういう使い方をするんじゃないんだよな。従者盤面、これ結構ありがたい盤面。力があるんだな。ここもドローしようか。どうせガルミンは次のターン5ターン目やから。いけいけドラ、こうぜ。もうドラゴンの牧場でもう牧場ごっこするか一緒に。
俺と一緒に遊ぼうぜ。俺と一緒に遊ぼうぜ。いいか。アンネローゼてかアイラが落ちたことによってなんかアンネローゼ進化よく見ることになったな。やっぱり三枚差ししてる人が多くなったんかな。さあ1コストだからもう演奏はちょっとナーフしてもいいぐらいでちょっとずるいカードではあるんやけどな。ここはガルミーユやね。まあなんより理論上さガルミーユに進化を使うっていうのはまあできればちょっとしたくない動きであるよな。要はもったいないから、もったいない精神がねちょっとでしまうんやけども、まあ、こっちにはドラゴンの牧場という最強のカードがあるんでね。でもなんかドラゴンの牧場ってなんか毎回ヘルフレームドラゴンが毎回一番最初に出てくるよな。なんか自分そのイメージ、おだからそういうねー小賢しいだ進化ってその動きがねやっぱ一番理想やね。進化を使わずにドローしつつさらに盤面とかいやらしいの鉄板行為やね。ガルミーユではガルミーユ死んじゃこい。海の流れを束めて据えよ。海の流れを束めてす。まだガルミウ進化使うのはちょっともったいないけど、これしゃあない精神やね。しゃあない精、まあでもいやでもね、いやドラゴンクロードロー、いやでもドロース、いやでもねこガル、いやでも進化使うわけにはいかないね。ここドラゴンクローはちょっと捨てる座を追えないねこれ。もったいないとかそう言ってた。多分進化権なくなってガルミなくなるかなと相当きつくなるから、まずここでドロー見て力が無駄だ。フィルレイン、いやでもドラゴンクローしかないねここは。でもちょっと弱い動き、まあドロー、まあしゃあないね。まあちょっと4コス3点ダメージっていうのはあまりにも弱い動きないけど、相手高校にもかかわらずアンネローゼの効果で 7PP まで、貯めていくっていうのも実に小賢しいね。やってることが動物園のキリンと一緒やなこいつ。小賢しいな。イカイ強いぞ。灼熱の嵐は外れやけどデスドラゴンに関してはまあ当たりの部類かな。考察位、しかもあまあ、これガルミーユでワンチャンだから小賢しいな、小賢しいな。これまずいな。ドラゴンの牧場、伊達政宗ポセイドンは10ターン目にしないとまずいと分かってて、ほどかれたか、ほどかれたか。まあ先先ドラゴンの玉、ドラゴンの牧場置いてくんじゃないの。はい、こうだって。やばい、それはやばい。サタンドラゴンとか一番しょうもないカード使ってんじゃないよ。嘆きの川より世界を沈める、霜に抱かれ生涯で眠れ、霜に抱かれ生涯で眠れ。だから小賢しい。たくさんあんまり、まあ、た強い、まあ、強いけど強くないみたいな、そんなジャスティス、これドラゴンの卵を置くのどうなんや。まあ置くしかないんやけど、どうせあれやろ、突風のドラゴンじゃあれやろ。でおー嘆きの川より世界を沈める、霜に抱かれ生涯で眠れ。まあもちろん来るよね。きついよ。きつ霜に抱かれ生涯をスローじゃないか。痛いよ痛いよ。ただドラゴン牧場はターン終開始に、はい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 、もう一枚いきます。なあ盤面処理しないとまずいな。いやでもねドラゴンがまあ2枚あるから、次のターン開始時2枚置いて、相手にまだリーサルはなさそうな状況が見え、まあでもこれ2枚あるからな。最強8コスのアミュレットってなかなか置けるもんじゃないぞ。それが2枚もだからこだ6コス、いやそれ結構、いやてかジャスティス強いな。
うん、弱い弱い弱い、いいよいいよいいよ、次ポセイドン、うん、いいよ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 、うん、いいよ、何やったっけ、ナナコスのなんかダメージ変わたる、いやこれ死後貼れば問題ないんで、いいよ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 、うん、いいよ、うん、いやむしろここはドラゴンの牧場、いやでも守護は欲しいな、守護は欲しいけどポセイドンやったら盤面が埋まってしまう剣について、うん、これまた小高しいな。いやもうここはドラゴンの牧場3枚連打という神の次元を超えるしかないんじゃないかな、そうやらないと多分きつい、いやーでも失踪ルリア必殺取って、ただルリアはね伊達政宗で取る必要性があるから、まあそういうのも全部鑑みて、スコーピオンか、いやまあそれからまだポセイ、いやーこれしかない、まあ、これいこう、うん、これいって、もういいよ取って、暴れたりな、極眼竜の方向に狂えるんだ、さあここでアスタルトは一応ケアして、ダメ、そして5点顔、そして次のターンドラゴンの牧場の効果で失踪がもう1体来る可能性があるから、それ攻めていく、だがベヒーモスやられていく、未来が見える、見えるぞ、私は見えるぞ、未来が見えるぞ、あ未来が見えるんだよな自分、未来よしの力っていうか未来が見えるぞ、ただこれ結構なドラゴンの牧場3枚目は結構だから、まあまあまあ、おいいよいいよ、いい感じにお魚が釣れてるじゃないか、バルデバルゼル世界、あれこれ結構相手きついのか、あー、小賢しいことしてくって、失踪が1体は出る可能性があって5、うー強すぎて笑う、あーいやここで最大限の火力、海の流れを束めて、そしてフィルレイ最大の防御で迎え撃つが、なんか負けそうな気がするな、なんかでもドラゴンの牧場3枚置きできるっていうのはなかなか大したもんやとは思うが、お前に負け、だからそいつ来るのが一番嫌って言ってるでしょ、しょうもないよ、うん、まあでもね試合には負けても、ゲームには勝ったから、試合には負けてもゲームに勝ちました。